はい、こんにちは。こんにちは。森です。太郎です。石川です。いやー、今日は梅雨の晴れ間で暑いですね。暑いですね。いい天気になってしまいました。もうちょっと暑くて嫌ですね。じりじり焼ける感じですね。はい、梅雨は梅雨でなかなか鬱陶しくてテニスもできなくて嫌なんですけども、まあ晴れたら晴れたってちょっと暑くて。あ、暑いのが多いですね。文句多いですね。げんなりって感じです。今日は何をやるかというと、今日はスペシャルゲスト呼んでます。はい、スペシャルゲスト、ちょっとまた素晴らしい人に来てもらいましたので、はい、もらっちゃいました。お呼びしたいと思います。はい、どうぞ。どうぞ。こんにちは、石田洋平です。石田洋平さんです。洋平さんです。よろしくお願いいたします。知ってる人は知ってると思うんですけども、有名ですから。はい、はい、私も名前はよくご存知あげてました。まあ、簡単な名前なんで。いや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 、洋平さん、洋平さんってね、すごく話題になって、どういう人なのかなと思ってました。太郎さんの、はいはい、高校大学の後輩で。おー、実は。なんか多いですね。多いですよ。かぶってはいないんですけど、ちょっと年が離れてる。おお、はい、今度は後輩ですか。後輩です。お、じゃあちょっと偉そうな感じで。いや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 。で、陽平くんは全日本選手です。うん、おお。じゃあめちゃめちゃうまいんですね。めちゃめちゃうまいです。参考になると思います。本当ですか。はい、お、市川コーチがいるなんて珍しい。珍しい。あんまり人のことを褒めるか。いやいやいや、そんなことはない。もともとダブルスが得意なんですか。いや、なんか世の中的にはそう言われてます。世の中的には私が決めたことで。やっぱりね、ダブルスの俺ポーチとかぜひ見たいとかっていう。まずはちょっとそこら辺を今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、毛利さんのテニスちょっとまだバッチリ見たことがないんで、はいはいはい、どれぐらいかって分かりかねるところはあるんですけど、まずポーチプレーには積極的に挑戦しましょう。まあそれですね、積極的に行くことによって、あ、これはボールは届くなとか、はい、このボールは無理なんじゃないかとか、うん、っていう情報が手に入ったりもします。はいはいはい、ですからやっぱり今の出れたなとかだけで指を加えてやるのではなくて、はい、まあ、やっぱりやって失敗をして経験を積んでいきたいなと。おー。で、そうしてきた時に最終的にあんまり行かない方がいいなと。はい、いう話になってきます。で、たまにいかにあの人出てくるかもっていうところを、うん、そのプレッシャーとしてですね、相手に与えられるかっていうところが大事になって、この人出ない人だなと思われちゃダメだと。そうですね、はいはい、出る可能性ある、はいはいはい、で、立て続けに何回か出てしばらく出ないとか、no. はい、おー、まあ、どういうタイミングで出てくるのかとかってつかみどころがない感じにすると、例えばリターンであるとかショットを打つときに前のそのコーチ出てくる人の動きが気になってショットがブレてしまうとか、うん、っていうところがつながってくるんで、ですからボレーで決めることも大事なんですが、まあ、結局それで相手がもしボレーポーチ来るかもっていうんで気になってミスってくれたら、はい、まあ、その時点でももしポーチボレー失敗していたとしても、うん、まあ、結果的には成功っていうところですかね。なるほど。あとはその動き方でプレッシャーがかかる方法っていうのがあるので、その辺をご紹介できればと思います。ぜひぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと悪い例というか、よくありがちな失敗例からやってみたいと思うんで、はい、はい、ボレーが苦手だなみたいな感じで後ろ側に体重がまず持っちゃって、そうすると、まあ、ふわっときたボールとかこの辺は一応カットとかしやすいんですけど、ちょっと攻撃的に行きにくくなってしまって、これ例えばスプリットステップって言っても前に行こうと思ってあんまり前に入れないで横に動いちゃうんですね。はい、でネットに対して横に動いてしまうと、今市川コーチからボールはこう来ているので、ただ横に動いてると結果的にボールに対して斜め後ろに動いてるので同じになってしまうし、あとはまあちょっとネットが遠ざかっていう感じになってしまう。そうするとまあボールに力が伝えにくくて振ってしまってミスとかに なってしまいやすい。あと相手が見てて怖さがないので、これまず最初のスプリットステップでちょっとだけでも前に入ってこうネットに近づいていきながら打っていくができるとプレッシャーをかけやすいのかなと思いますね。近づいてこないとこう下がりたくなっちゃうんですね。だから前に入ってくるやばいなって空気を与えてあげて、相手の体重を後ろに下げることができて、この前衛の、そうですね、はいはい、でそうするとこうこの辺が通りやすくなったりする。
ですから、そこでもう入ってくる圧迫感をメインに、まあ、点を取ってあげていいのかなっていう。そしたら後ろから、ね、前に出てきてるので、こう棒に力を加えやすくなる。でそれが最初に行って横に動いちゃうと、加えられる力がほとんどあっち逃げちゃうので、振らなきゃいけなくなる。で精度も落ちちゃえばこっちも空いちゃって、まあ、その後失点とかにもつながりやすいかな。ですからもう最初の構えの使いはちょっと前気味に動くつもりで待っているといいかなと。両英コーチはポーチに出るぞっていうのはどのタイミングで決めるんですか？そうですね、例えば、まあ、ペアとの兼ね合いもあって、例えばサードセンターに打って、じゃあ思ってもポーチ行っちゃうからチェンジしようっていう時もありますし、相手が2回3回連続でミスしていて1回丁寧に返したくなっていそうな時、はいはいはい、あとは逆にちょっとサーブが緩くてしっかりと真ん中とかに叩きたくなるようなボールが行った時なんかに行ったりとかしますね。あとは例えばこれはまあ取っておきちゃった時なんですけど、お、はい、っていうほどでもないですボディ気味にフォアサイドの方のボディ体のそば気味にこう行くとクロスにしか負担しにくくなったり、はい、フォアの近場に行った時にクロスにしか引っ張れなくなったりするので、そういう体勢を見て今だなと。したらもし早く動いちゃっても結構コースを変えにくいので、ということはそういうリターンが起きた時には常に行ける状態で困ってるわけ。もう基本的にいつでも行ける、基本的にはいつでも行ける状態、用意の時点で待ってて行かなくてもいい。あ、やっぱ用意もしてないで不意に来て行こうっていうほど時間があるし、はいはいはい、行くつもりでいながらも行かない選択をしても構わないと思う。はい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 、結構こう行かないつもりで、あ行けた行こうみたいな感じになる人多いですよね。そうすると手ばっかり行っちゃったりとか、はい、体が全然行かなくて失敗になったりとか、はい、割ともう全体的にこう体全体で迎えに行けられる状態じゃない限りは、逆にポーチ、ね、出るんだったら後ろの方より役に立たなきゃいけない、はいはい、だったら、ね、出ない方がいいんであれば出ない方がいいでとりあえずスタートとしてはいいか、行くのか行かないのかメリハリを、はい、ちゃんと。であとはご自身がどれぐらい届くのかとかっていうのは、こればっかりは数やってしないと分かんないし、でよくタイミングいつ出るのって話、はいはい、これ難しいんですよね。やっぱりペアのサーブがどれぐらい速いかとかもあるので、であとはまあ私なんか今の榊原コーチのサーブと市川コーチのリターンの兼ね合いでいくと、ちょっと振り始めっていうところぐらいのところでグッと入ってその後に動いていくようにしてるんですけど、サーブがもっと仮に遅かったとしたらそれだと速すぎる場合もあるでしょうし、でも例えばポイント的に相手がプレッシャーかかってたら早く動かれるのも嫌がってくれたりする時もあるので、ちょっとこうだよっていうふうになかなか一概には言いにくいんですよね。で早く打ってみてもゆっくり打ってみても役に立つ時あったりするかもしれない。すごいよくわかりました。どうしてもテニス生き物なんでこうだっていうふうに見えにくいからじゃあ上級編、上級者編、はい、それ早くやりたそうでしたね